1ラウンド青コーナースタジオビル、この試合も本当に通な方好みというかですね、花澤大輔さんはパンクラス元1位ランキング1位の小倉会で活躍していた選手ですね。今回10年ぶりぐらいの試合だったそうです、花澤選手。はい、で東レブス選手ももともと秋元ジャングルジャンクションの方で、ゼストを中心に活躍していましたよね。10年ぶりっていうのはなかなか、そうですね、間が来ました。東エメルソン選手はゼストで戦っていた時はもう秒殺秒殺で勝っていたの で、この初めの1分、もしかしたらフロントショック、フロントショックすごいですよ。これそうですね、これ強烈ですよ、強烈ですよ。東がいきなり仕掛ける、かなり深く決まっているように見えるが、どうだ、これは審判が、いやまだ動いている、花澤まだ動いている、ちょっと足が、しかし表情はどうだ、呼吸していますね。あと左手が入っているので、まだ大丈夫か、なんとか呼吸してディフェンスはしていますが、ただちょっと苦しそうな顔、すごいパワーでエメルソン選手はこのまま締め上げるのか、足をもう少しハイガードにするとエメルソン選手もっといいと思うんですけども、花澤も苦しい時間が続く、うん、足をもう少しハイガードにすると決まりが強くなるが、花澤さんも、あ、抜けましたね、抜けました、これは花澤耐えました。これ逃げれる人あまりいなかったんじゃないですか ね、初めの1分で、はい、多分エメルソンさんものすごいパワーなので、かなり、はい、パワーを使ったと思います。はい、で花澤さんはですね、はい、今自転車をロードそうなんですよ、ね、ロードレースやってて、はい、ツール同期だとかも完走している方なので、はい、もうスタミナには絶対の自信があるということで、なるほど、この試合5分1ラウンドなんですけども、はい、もう無制限で実はやりたいっていうことを言ってたりしましたね。あ、なるほど、そうすると長期戦になると花澤選手と、もう絶対にスタミナには自信があるっていう、なるほど、もう10年ぐらいこの格闘技の試合は遠ざかっているんですけど、はい、すごいですよね、もう本当にアスリートですよね。はい、まだまだ若い子たちには負けないという話もされていましたけど、そうですね、はい、東エメルソンさんは年齢が今年50歳、はい、50歳で、今カルペディウム沖縄のメインインストラクターをやっていて、はい、試合今回チャレンジということで、はい、さあ下からも狙っていくことができるのかというところですが、クローズガードを割りません東選手。花澤さんどんどんパスしたいですよね、はい、そうですね、ちょっと堅実なイメージがありますね、うん、花澤選手、まあ、現役の時もしっかりテイクダウンして、はい、しっかりパスガードしてサイドから肩固めとか、はい、そういった勝ち方がすごく得意なので、ね、まあ、どちらかというと、まあ、さっきの、はい、岡本新垣の試合の構図と似てますかね。この花澤さんはどちらかというと MMA 寄りの寝技をすると思いますね。でエメルソン選手は、どこからでも決め決めっていう感じですよね。そういう感じはしますね。ニックネームがキメルソンさん、キメルソンって言われてるみたいですね、はい、そうですね、東キメルソン、はい、花澤さんパスの方々で見たいですね、はい、まだちょっとクローズを割っていくような素振りが見えないんですね。そうですね、クローズを割ってパスしたいですが、はい、今でも右手支えられちゃったんで、ちょっと下からここから、十字三角、ちょっと怖いですね。キメルソン選手が十字三角狙うと思いますね。場内の皆様にお願いもございます。本日は声での応援ではなく拍手での応援をお願いいたします。選手への後押しは拍手でお願いいたします。さあ残り時間が1分半となりました。1分半、うん、はい、この腕抱えて、そうですね、ちょっとこの腕だけが、道着があるとコムロックという技に、なっていると思うんですけど、はい、まあ、今外しましたね、はい、さあちょっとスタミナを温存してたようにも見えます花澤選手ですけども、うん、花澤さん頭上げたいですよ ね、 そうですね、頭上げてレース作ってどんどんパスしたいですが、はい、あ、でも1本いったか、はい、まずは1本超えたかったが、下からのガードが強い東エメルソン選手。さあこの喉の前に置いている手も少しこう怖いところはありますが、またそうですね、変えてきましたね、腕をまた小手巻いて、はい、コムロックの体勢になっていますが、はい、そうですね、
残り時間が少なくなってきた。まあ、あの時間内ではハズさん、あのスラムは禁止ですが、立ったりしてもいいと思うんですけど。あ、なるほど、そうですね。どうでしょうか。ちょっと展開を変えるという意味で。そうですね。残り15秒。さあここで仕掛けることができるか。ノープラッカー。あーさあ試合終了です。お互い攻め切ることができなかったような印象です。この試合は引き分けとなります。今一度両選手に大きな拍手をお願いいたします。まあでもエメネソン選手のフローチョークやばかったですね、はい、でそれを最初に見せばけました。エスケープした花澤さんもさすがというところでしたね。本戦開始まで今しばらくお待ち。